今日はですね素晴らしい本当に楽しかったんですけれども生演奏楽しむ会ですねアやね会ですねやっと実現しましてですね今日はピアノピアノのあれになっちゃいましたけどねでいろいろお話ししてね えそれで、えー、最後ね、アリオで連弾していただきました。はい、アリオで。<laughs> えーえー、ただね、えー、まあ、ちょっとですけどね。うん、まあ、でも、ちょっとやることがね、やっぱりですね、あの、たくさんやんなくていいからね、ちょこちょこってね、こう、やるといいと思うんですよね。何でもね、物事ね。<laughs> 物事、何でもいいと思うんですよ。あの、ちょこちょこっとね。うん あと、ピアノ弾かなくてもね、楽譜見るだけでいいって、この間、あ、これアンプの、アンプの話か。アンプの話はまだ撮ってないか。アンプのね、あの、どうしたらアンプできますかみたいな動画いっぱい出てるんですよね。それでね、究極は楽譜をね、丸写しするっていう話がありましたけどね、これは別に言ってもいいでしょう。 まあ誰,誰とは言ってないのでね。誰とは言ってない。いろいろ探してください。はい、えー。そういう感じでですね。うん、えー。楽譜見てるだけでもね、練習になるっていうかね。<laughs> はい。まあ、電車の中で見るとかね、わかんないですけどね。はい、はいえー。そういうことでですね。今日はちょっと、えー、まずね、あの、<laughs> ラフロールさん行きましてね。えー、それちょっと朝早く行きましたね。あ、ゆでたろういさん行ってね。 ゆで太郎さん行ってから、ラフロールさん行って、その後、アリオ行って、アリオ行って、結構弾けましたね。誰もいない、誰もね、もうお客さんがいないですか、午前中ね。午前中穴場ですね、これはね。はい。結構弾けましたね。はい。あの、アリオもね、あの、弾きたい人はね、ちゃんと後ろに来られるんでね、わかるんですよね。<laughs> はい、うんまあ。いちいちどがなくてもね、はい。大丈夫。うん 結構ね、長くね、弾いてる人は弾いてるからね、私もずっと、うん、ずっと弾いてるんですけど、そういうときね、うんえー。1時間ぐらいずっと弾いてる人いっぱいいますよね。はい。まあ、だからね、弾く人いなければね、うん、いちいち立ち上がる必要ないですよね。こ、うん、れは無駄だからね。<laughs> はい、まあ、でもそうやってやってる人もねあの、夕方になっていらっしゃるんですよね。うんだから 別に弾く人いなければね。うん、いいじゃな、ね、もう本当に弾きたい人分かるからね。あのはい、はい。そういう感じでですね、えー。その後ね、公民館ですね。はい。で、今日はね、もういっぱい練習しました、ね。ちょっとさすがにね、これだけ弾くとね、うん。それでね、ピアノの音ね、ちょっと撮ろうかと思ったんですけどね、すごい調律、めちゃくちゃ狂っててですね。 えー、でもね、もう私、もうそんなのも関係なくね、もうタッチが強くなりましたね。これが、うん。やっぱこんだけやってくるとね、うん。本当にね、わかりましたね。どれだけ自分がね、結構ね、うん。あの、一個一個の音をちゃんと出すようになってきたかってね。まだまだですけどね。うん、うん。まだまだっていうのもわかりましたね、えー。結構ね、うん。狂ったわ。 ピアノでも、もう本当に、でも、あの、あ、そうそうそう、前はね、その橋本公民館でちょっとね、壊れてるっていうか、あれだと、壊れてはいなかったのか。そっか、音狂ってるだけだったのか。まあ、もうね、すごい狂ってるからね、うん。まあ、もうそんなの関係なくね、とにかくね、指を動かすっていうかね、えー、そういう感じでできましたね、うん。あそこ、ね、あそこ、まあ、でも、まあ、星が丘公民館でもいいんですけどね、うん。また、<laughs> やろうかなと思いますね。はい。うんえー、本当にね、もうずっと弾いてられるからね。で、明日ですね、もうちょっとまだわかんないんですけど、一応ね、約束したんで、子供食堂でですね、えー、ピアノ弾くことになりましたね、子供食堂、ねはい。 それで、まだね、まだわかんないですけどね。まだその、うん、行ってピアノがやっぱり、やっぱりすごい音狂ってるとかまだわかんないからですね。まあ、とにかく行ってみてですね。うん、それはまあ動画撮れるかどうかわかんないですけどね。うん、はい、えー、そういう感じで、いろいろ、ああ、そうだ、うん。あれも言われたんですよね。うん、なんかね、サンイエールのコンサートって言われたので、えー、うん、それは明日ね、また、 お返事ねえうんやら,し,やらしていただけんならねやったもの勝ちですからねはいはいいろいろしゃべりたいこともいっぱいあっておしゃべりだけで終わっちゃうのあの人みたいなあのこの間のり漁師さんみたいにねのり漁師さんみたいにね、うん、やってもいいんじゃないですかねうんお30分間とかでね1曲しか弾かないとかね <laughs> あとずっとしゃべって <laughs> <laughs> そんな感じでしたよあれうん、うん、でもねあの面白ければいいわけだけどねまあそれはねわかんないですけどね、うん、はい、まあ、ピアノソロでやらせていただけるだけのかどうかもわかんないし、えー、ただまあそういうふうに、えー、おっしゃってくださったんでで明日また行ったらですねまたねもうたくさんの人にお会いすると思うので、うん これはね、もう何が起きるかわかんないっていう、結構ね。うん、それであれもね、うん、その、あの、トップの方がね、あれしてないっていうおっしゃられてたんですよ、あれをね。えー、本当ですかって言ってね、うん、それは嬉しいなと思,思ってですね。うん、私もしなかったからね。うん、あれもうしないというかできないですからね、もうね一番最初からね、うん、意味を分かってるからね。うん、だから意味、うん。 さっきもいえー、まあねもうもうちょっともうこれはもう私の力ではねもう,もう最初からま,あ、まあ全部ですけどもねもうどうすることもできないからもう生還するしかないやん、うん、どういうふうになるのかね、うんえー、まあ現地爆弾って言ってる人いっぱいいるからねもうちょっとわかんないですねこれはね、うん、ね看護学 会が反対してんだから、ねうんね、ついに、ついにね。うんえー、ついにですよ、うんで。今までのどうなんだっていうね。うん、今までのどうなんだろうっていうね、うん。それはね、あの、なんていうか <laughs>、触れないと思うんですよね。いや、それはないでしょうっていうね。うん、ただ、うん 触れちゃったらね、またややこしくなってきますからね、うん。でもみんなわかってますよね。わかってますよね、心の中でね。うん、だから、はい、心の中だけは嘘つけないので。はい。えー、ということでですね、はい、えー。はい、明日は楽しみですね。 はいえー、サンエールのコンサートに出れるようになってらすごいですね、これはね。大出世、大出世、おバカ大出世ですね。はいあ。でもできそうですね。うん。やる人いないってね。うん、ソロ、ソロでもいいけどね、やっぱね、やっぱり、うん。やっぱメロディやってくださる方がいると楽ですね、うん。これはね。はい。 えー、そういうことで、チャンネル名をね、ちょっと待って,って、もっちょっと戻してね。うん。もう、あとは、もう生還しますね。私はね。もう、世の中の流れはね。うん。まあ、録音はしますけどね。はい。録音はね、なんかね。ああ、ね。うん。電気代7億円はないよね。電気代7億円ってなんだろう。ちょっとそれ、ちょっと調べ、ね、電気代7億円で検索してみますね。うん。 ひどいよね、それはね。いくらなんでもね。そんなかかんのかなってね。まあ、年間か月か1日かね。1時間かね。1時間電気代7億円だったら大変ですよね。1時間とかね。1分とかね。<laughs> 1秒とかね。<laughs> 単位が分かんないからね。7億円って出てるんですよ、いっぱいね。はい。はいえー、それしか見てないから、ちょっとすみません。調べます。はい。はい えー、そんなのいらないよね、こんなに庶民がね。あ、そう、そう、業務スーパー行ったらね、お米売ってなかったですよ。どうしようね。だんだん減ってきちゃったんでね。えー、そろそろね、うん。あの、うん。なくなるとやばいからね。はいえーまあ、やばくはないけど、最悪ね。うん。それこそパン食べればいいですけどね。<laughs> パ,ンうん、パンとお餅ね。お餅は買ってきました。 うん、でも、大餅もね、一回4個とか食べちゃうんでね、すぐなくなっちゃうんですよね。うんうん、はい、そういうこお金関係ないんです。話もう。はい、明日ね、楽しみですね。はい、はい、どうも、すいません、失礼します。はい